お、和幸さんありがとうございます。皆さんこんにちはです。お、和幸さんありがとうございます。今日の T シャツは、今日の T シャツはハートがついてるだけ。わあ、和幸さんたくさんありがとうございます。ハートがついてるだけです。さっきまでレッスンをしていました。で、あの秘宝大、あ、プロミスダスターさん大秘宝なんですけれど、さっきダンス配信をするって皆さんに言ったと思うんですけれど、あのカラオケ機能でダンス配信したいなって思ってたんですけど、カラオケ配信がこの有線のイヤホンを携帯に繋がないとカラオケ機能が機能しなくて、機能しないんですね。で、あのイヤホンを繋いだらここの有線の距離しか動けないっていう、こうなっちゃうっていう大秘宝がありまして、おおおおおお、あ、わわっわっ、うん、ありまして、わっきゅんさんありがとうございます。ありまして、でしかもあの外側から流すっていうのがその著作権上できないみたいで、ダンス配信しようと思ったんですけど、で無音で踊るならいいよって許可をいただいたんですよ。だから無音で踊るっていうのができます、今の私には。お、和幸さんありがとうございます。で、なんかあのそうなんです、カラオケが一応ここの、あ、のじさんありがとうございます。そのカラオケのある部屋なんですけど、リチャードさんありがとうございます。んアタックさんもありがとうございます。カラオケのある部屋ではあるんですけれど、あのなんかそのさっきご相マネージャーさんにご相談をしたんですよね。そしたらあのなんかできないらしくて、カラオケを流してやるっていうのは、外から流すのがその事前許可とかじゃなくてなんか無理らしくて、無理って言われてしまって、だから無音ダンスができます。どうでしょう、ワイヤレスイヤホンもできないんですよ。これここに差し込まないとできなくて、差し込むイヤホン使わないとできなくて、だからあ、ミラーボール、ミラーボールだー。お、花さんありがとうございます。だからどうしようかなって思うんですけど、皆さん無音ダンスはどう思いますか？あ、とりあえずテロップ書きますね。あ、この配信は30分しかちょっとできないので、30分で5時までやらせていただきます。5時までまでです、までです。で、ビス、あ、ビスさんイベント中です。何にしようかな。ラクダにしよう。え、過去にやってるメンバー何人もいる。え、そうなんですか。お、ハリボさんありがとうございます。そうなんだ。なんか結構ルールがね、結構割と厳しいらしいです。で、なんかいろいろあるらしいので確認してくださってるんですけど、もしいいよってなったら、あの教えて、配信中でも教えてくださるって入れたので、ちょっとそれまでは無音しかとりあえずできないんですよね。お、サクピーさんありがとうございます。どうしよう。あ、ももすたさんありがとうございます。かずゆきさんも
カラオケ配信は次の最後の時に、最後の配信で6時半からの配信でやらせていただこうかなって思ってます。どうですかね。もうダンスしようかな、時間なくなっちゃうし。あ、バディさんありがとうございます。そう、お、まゆさんドラマ見てました、ありがとうございます。ハリボさんありがとうございます。ダンス見たい。そうなんです、私もダンスしたくて。あやりパパさんありがとうございます。お、人食いパンダさんありがとうございます。だから AKB の曲もう無音で踊ろうかななんてやろうかな。ちょっとダンスしたい。お、人食いパンダさん、あー、オーマイガー、オーマイガーです。よいしょ、ちょっと待ってください。これはさっきまで使ってた私の。でもこれ全身見えない、どうしよう。こっち？皆さんがこうやって見ることになっちゃいますよね。皆さんが見るときにこうやって見ないと。あ、面白いよな、ひとくパナさんありがとうございます。斬新。コメント読むときも私もこうやって言わないといけない。いまだかつてないじゃない配信方法なんですけど、じゃ一回だけ踊ってみよう。一回だけ、じゃあ曲名は言わないで、昨日出た、昨日、これはダメか、うん、どうしようかな。うん、じゃあ無音で48グループの踊りを踊っていくということで、じゃあ一回これマイク付きになっちゃうんですけど、踊ったことあるやつしか上手に踊れないから、いきます。そうです、正解、シュールすぎる。歌っていいのかな、歌っていいのかさえわかんないです。ちょっとアカペラってどうなんだろう、わかんない、なんか著作権やっぱ怖いから。え、アカペラな、え、大丈夫なのか、え、ちょっと怖いです。
アカペラならいいんですか？え、そうなんですか？お、じゃあ歌いながらやろう。大人列車僕はまた乗れぬまま見送りながら胸の奥の奥の痛みに何か教えられ何か死んだ彼と深いで絶望の淵に光をさすように悲しみ克服してゆくキャン。あとはあなたのことが好きなのに私はどう見たってダメだ失恋の準備イエイイエイイエイなんかシュールすぎてちょっと恥ずかしくなってこうやって戻ってきちゃう、うん、あとは、うん、ごめんね君を好きになっちゃってドゥビドゥドゥビ恥ずかしくなるよベイビーベイビードゥイドゥイドゥイワキンキンワチュ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 ルチュチュチュイエイ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 チュルルルチュチュチュね、シュールすぎる、シュールすぎるって。キンガムチェックやろ。キンガムチェック。君が着てる半袖シャツ毎日シュートネーミーチャチャチャ愛しくて切なくて心は少しかおあとはこんにちは。おルセラフィムさんのクレイジー昨日 TikTok に八木さんと一緒に踊ったやつ。あとは、普通にダンス。チュルルチュ、チュル、チュルル、チュル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 チュこんにちは。こんにちは。16。あとは、
近ダンスレッスンでやっていただいたやつ。チュンチュンチュ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 。シュールすぎて一回縦にしよう。お、タワー、え、タワー、あ、ニコラスさんだ。ニコラスさんありがとう。何踊ろう、あと、ちょっと待っててくださいね。あ、ピンときた。ニコラスさんありがとう。ピンときた。じゃあ、ララララ、ピンときた。君は宇宙人、こんなとこ、どこかが違う。ピンときた、他の星で。ピンときた、他の中で君とならば死なれる。ずらって僕は人、恥ずかしい、ね、なんか恥ずかしいもうダメだ、恥ずかしいです非常に。あとは、お、皆さんありがとうございます。夢見てごめん。夢見てごめん。夢見てごめんは、なんかずれちゃった。こうかな。夢見てごめん。恋してごめん。言葉ができないから、妄想だけで満足だ。じゃんじゃん。確かに夢見てごめんって、夢見てごめんって全然お披露目の、お披露目というか、このシングルの初めての、あの発売の時の劇場で披露した以降、全然夢見てごめんは皆さんの前で踊っていないので、いつか皆さんの前で踊れたらいいなって思いますね。
なかなかね、カップリング、確かにカップリング曲自体あんまり機会がないですよね。あとは、うん、恋積んじゃったな、いけるかも。この恋は鉄板で絶対壊れないと思った、ね、髪の毛がお、カッパ巻きさんありがとうございます。配信なので急に来た方は何事だと思うかもしれませんが、お、バディさんありがとうございます。あ、みつきさんもありがとうございます。お、あれ、はじめ、あ、そっか、もうあと5分しかない。お、きたろうさんありがとうございます。じゃあなんか、なんだろう、なんもないな。7時12分の初恋、お、可愛くじゃあ終わろう。シュールだから、シュールだから可愛く終わろう。終わりにしよう。ちょっとシュールすぎて本当に何だろうって感じの配信になってしまったんですけど、著作権の関係で曲が流せなかったのでこうやってなってしまいました。ちょっとランキングをじゃあ読ませていただきます。短い時間なのにありがとうございます。じゃあ第13位、桃下さんありがとうございます。はい、では第12位、たくさんありがとうございます。では第11位、イソップさんありがとうございます。はい、では第10位、わっきゅんさんありがとうございます。
パチパチ。はい、じゃあ第9位花さん、ラストスパートファイト先日の握手会もありがとう。おそおそって書いてある。花さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、では第8位カッパ巻きさん、カッパ巻きありがとうございます。はい、では第7位のじさん、いとももの配信見えたから雨だけど走ってきます。うわすごい、雨だけど頑張ってください。ありがとうございますのじさん。はい、では第6位人食いパンダさん、人食いパンダさんありがとうございます。あんまむ。はい、では第5位ハリボさん、ハリボさんありがとうございます。はい、では第4位バディさん、バディさんありがとうございます。いつもありがとう。じゃあ第3位昔からおじんさん、北海道のアバターだ、ありがとうございます。はい、では第2位ニコラスさん、ニコラスさんありがとうございます。では第1位和幸さん、和幸さんパチパチありがとうございます。皆さんこんな短いグダグダ無音配信というなんともシュールな配信に来てくださってありがとうございます。とってもシュールなんでシュールでしたね。でもちょっとだけだけど皆さんの前で踊れて嬉しかったです。じゃあ次は6時半からもうラストの、もう最後の最後の配信になってしまいます。でもこの配信イベント期間が終わってもまたショールームずっと定期的にやっていきたいなって思うし、皆さんとこうやってイベントで仲を深められたのが嬉しかったです。じゃあ次は6時半にお会いしましょう。ありがとうございます。あ、お礼配信もさせていただく予定なので100位のランキングに入ってくださった方は後日お礼配信させていただきます。ありがとうございます。じゃあまた8時じゃない6時半に。ありがとうございました。バイバイ、またね。